しかし、まさかこんな場所で暮らしているなんて、ちょっと放っておけないな。ええ、まだ日曜学校に行ってそうな年みたいだし。リオちゃん、彼はいくつなの？確か13だったはずです。私の一つ年下ですね。なんとか財団の方で引き取ってもらった方が。でも大損害とか言ってたし、逆に知らせない方がいいのか。はっ、放っておけって。したたかそうなガキだったし、あの様子じゃ行動力もあんだろう。まあ、天才的な頭脳を持っているのは確かですね。ちょっと抜けたところがあるので、専門外の私にもつけ込む隙がありますけど。あなたも苦労症ね。とりあえず彼のことは気にかけておきましょう。定期的に訪ねてみるのもいいかもしれないわね。ああ、そうするか。まあいい。それはともかく、インカ、どうやら星見の塔で待っているみたいだけど。確かウルスラ街道の途中から見えた塔ですね。どうやって行くんでしょう。確か街道の途中に森に入る脇道があったはずだ。そっちの先にあるんじゃねえか。そうね。いずれにせよ準備を整えて向かった方がいいでしょうね。ああ、罠の可能性だってある。万全の準備をして出発しよう。
星見の塔、ひょっとしてこっちの方か。前に見た位置を考えるとその可能性はありそうね。ま、とにかく行ってみようぜ。ですね。星見の塔、やっぱりこっちの方だったか。でも、あれは警備隊の車両みたいだけど。ああ、警備隊で使っている軽装甲機動車だな。なんだってこんなところに来てるんだろう。直接聞いた方が良さそうですね。仕業なのかな。こんな場所に入る物好きなんていると思えないんだけど。おーい、あなたたちは。やっぱり君だったか。妙なところで会うもんだな。ロイドさん、ランディ先輩、エリーさんにティオちゃんまで。ご無沙汰しています、ノエル総長。その説はどうも。お久しぶりです。ところで、どうしてこんなところへ。あまり人が立ち寄る場所じゃないと思うんですけど。なあ、少し事情があってね。それより、そこのフェンスはどうしたんだい。その、どうやら何者かによって破壊されたみたいなんです。もともとこの塔は危ないから警備隊が封鎖してたんですけど、私も定期巡回をしていてちょうど発見したばかりで。そうだったのか。このタイミングで破壊されたフェンスか。十中八九犯人は見えたな。そうね。うん、実はカルバートの東方人街からやってきた暗殺者。ええ、そうなんです。その人物からこの塔で待っていると伝言を受け取って。それでダメ元で調べに来たんだけど、どうやら本当に待ち受けているみたいだな。はあ、街ではそんなことが。それでどうするんですか。まさか本当に誘いに乗るんじゃないですよね。いや、あえて乗ってみるつもりだ。え、相手は危険な犯罪者でしょ。どんな罠があるかもしれないし、なんだったら副司令に頼んで警備隊から応援を。いや、相手は相当なプロだ。下手に大部隊を動かしたら感づいて逃げられるだけだろう。ここは少人数で行くのが正解だぜ。それはそうかもしれないですけど。わかりました。だったら止めません。その代わり私も助太刀します。でもいいんですか。一応この塔の管理は
クロスベル警備隊の仕事ですし、皆さんだけを危険な目に遭わせるわけにはいきません。それにいつも普段がお世話になってるみたいですし、ノエル・シーカー総長、全力で皆さんをサポートします。うん、妹さんのことはむしろ俺たちが世話になってるくらいなんだけど。まあいいんじゃないか。腕も立ちそうだし、ここは手を借りておこうぜ。そうですね、バックアップがいれば私たちも助かりますし。問題はインが警備隊員を警戒しないかくらいだけど、一人なら大丈夫じゃないかしら。そうだな、ノエル総長、よろしくお願いするよ。ええ、こちらこそ。これはすごいわね。中世の建造物だそうだけど、あの光っているのはホタルか何かかしら。そうみたいですね。どうもこの塔、封鎖されてから10年近く放置されてるみたいで、本当はちゃんと調査をした方がいいとは思うんですけど。ま、あのことなかれ主義の指令だ。提案しても予算の無駄だって却下するのは目に見えてそうだな。はあ、そうなんですよね。先輩、よくあんな指令の下で働いていましたよね。私にはとても無理ですよ。だから俺も警察なんかにいるんじゃねえか。ああ、なるほど。あら、でもあなたが警備隊を辞めたのは女性関係が原因じゃなかったの？そういや、そんな話をしてたな。おっと、まあそれもあるけどよ。おかしいな。ベルガード門にいる友達からはダンディ先輩の浮いた話ってあんまり聞きませんでしたけど。ああ、いろいろあんだよ、男と女の関係ってのはな。どうしたティオ、何か気になるのか？いえ、どうやらこの場所は少々変わっているようです。変わっている？どういうことだ？地、水、火、風、四属性以外の上位属性が働いている気配を感じます。それってオーバルアーツの属性のこと？はい、地、水、火、風のアーツが弱点という魔獣はいますよね。ですが、上位属性である時、空、幻のアーツに関しては強力ですが弱点の魔獣はいない。その法則が歪んでいる感じです。よくわからないけれど、要するにアーツの効き方が他の場所とは違っているんだな。ええ、まあ。この音は魔獣か。な、これは。おいおい、こいつは何の冗談だ。話は後よ、来るわ。さあ始めましょう。ああ、行くぞ。分析を開始します。
俺の番だな。はい。た。さてと。よし。よっしゃ。は。私の番ね。そこ。私の番です。へい。俺の番だな。え。は。よっしゃ。私の番です。た。俺の番だな。セット。よし、もう大丈夫だ。なんだ今のは。明らかに普通の魔獣とは違いましたね。かといって。人間が入っていたわけでもない。まさか亡霊とか。よくわかりませんが、動力仕掛けのからくりではなさそうですね。中世に魔導士が作ったというゴーレムみたいなものでしょうか。おいおい、なんでそんなものが動いてんだよ。ひょっとしてこれも陰の罠なんじゃねえのか。わからない。ただ、さっきティオが言ったことは正しかったみたいだな。そうね、戦っている時今までにはない感じがしたわ。時、空、幻、上位三属性か。おそらく霊的な乱れが発生しているのではないかと。それ以上のことはちょっとわかりませんが。どうやら放置していたのは完全に間違いだったみたいですね。行きましょう皆さん。私としてもこの塔の中をちゃんと調べたくなってきました。ああ、慎重に探索を開始しよう。敵接近、注意してください。ああ、俺の番だな。私の番です。そこです。
任せて。みんな一気に行くぞ。行きます。死ねよ増幅斎藤、来て来て。任せろ。行きます。死ねよ増幅斎藤、来て来て。行くぜ。ぜ援護します。任せてくれ。行きます。そこです。行きます。そこです。俺の番だな。セット。よっしゃ。行きます。行くぞ。よし。任せろ。はい。よし、やったぞ。
やっセイト。よし。
みんな一気に行くぞ。はい。ここは巨大な書棚に、あれは天球儀のようなものかしら。いにしえの錬金術師どもが作った夢の跡といったところか。お前は黒装束に仮面。出やがったな。はじめまして、特務支援課の諸君。どうやら余計なものが一人紛れ込んでいるようだが。自分はただのサポートです。気にしないでください。まあいいだろう。お初にお目にかかる。陰というものだ。まずはここまで即労願ったことをねぎらおう。ああ、
随分と引きずり回してくれたもんだな。ちなみに塔にいる奇妙な魔獣はあんたが用意したものなのか？あれは元からこの塔の中に徘徊していた。腕を鈍らせないよう歯ごたえのある狩場を探してこの塔を見つけたのだが、なかなかどうして面白い場所だ。あんたの仕業じゃないのか？まあ個人がどうこうできるものでもありませんし。さて、いろいろと疑問はあるだろうが、まずはその前に最後の試しをさせてもらおう。どういうつもり？弱き者に興味はない。お前たちが我が望みにかなう強さを持っているか、その身で証明してもらうぞ。やっぱりお約束ですか。多勢に無勢と言いたいところだが、気をつけろ。こいつ凄まじく強いぞ。どうやら手加減する必要はなさそうですね。ええ、全力でいきましょう。いい投資。それでは行くぞ。いいね、力見せてやる。かかってきやがれ。さてと、分析を開始します。情報を入手しました。さてと、行くぞ。みんな一気に行くぞ。任せろ。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。任せて。みんな頑張って。ありがとうございました。行くぜ。行くぞ。セット。さてと、分析を開始します。すでに取得済みです。バックライフ。俺の番だな。私の番です。ドライブ開始。任せてくれ。みんな一気に行くぞ。はっ！
よし。この程度ならば爆
ライフ。行きます。分析を開始します。すでに取得済みです。俺の番だな。うわ、なんとか。いや、ダメだ。そちらの彼はなかなかできるようだな。いつの間に気づかなかった。戦闘中に分身だけ残して、そこで高みの見物ってわけか。恐ろしく腕が立つようだが、あまりいい趣味とは言えねえな。気に障ったのなら謝罪しよう。しかし戦闘中に私の動きを見切れるとは、なかなか大した動体視力だ。ま、これでも実戦経験はそれなりに積んでるんでね。それでまだやんのか。まあいいだろう。あんたの強さは本物だ。今の俺たちじゃ勝てないだろう。そんなあんたが俺たちに何の用だ。ロイド・バニングス、うすうす見当はついているのだろう。どういうことですか。お前のことは調べている。どうやら捜査官としてそれなりに勘が働くようだな。ならば私の要件もわかるはずだ。なあ、そうだな。あんたの要件というのは、最初にアルカンシェルのイリアさんに宛てた脅迫状、それについての話だな。その通り。ではその脅迫状の何について話があるというのかな。それはあの脅迫状を送った人物、それはあんたじゃないんだな。どういうことだ。まさか。その通り。あれをイリア・プラティエに送ったのはこのインではない。私の名を語る何者かというわけだ。やっぱりか。捜査をしている最中、どうも違和感があったんだ。伝説の教師、東方人外の魔人、調べていけばいくほどその存在感は強くなっていった。だがそれに比べて最初の脅迫状は何というか、あまりにこき脅しな匂いがした。イリアさんがいたずらだと決めつけてしまうくらいに。その通り。イリア・プラティエは天才だ。おそらく直感的にあの脅迫状が本気で自分を狙ったものではないと気づいたのだろう。だがならばなぜあんなものがアルカンシェルに送られたかという話になる。その
よくわからないんですけど、それこそアンチあたりのただのいたずらじゃないんですか。いや、インがこのクロスペルに来ていることを知っている者は限られているんだ。ヘイユエ、ルーバーチェ、捜査一課、あとはその関係者くらいだろう。なるほど。そうなると確かにいたずらって線はなさそうですね。そう。だが脅迫状一つでアルカンシェルが新作の公開を中止することはありえない。さらに名指しでイリアを狙うと宣告したことについても不可解だ。その結果、捜査一課の介入を招き、イリア周辺の安全に関しては万全の体制が敷かれることになった。それこそ舞台中に狙われても未然に防げるくらいにな。ということは、脅迫状を送ってこの状況を作り上げることで何か別の狙いを達成した、あるいはこれから達成しようとしている。その可能性は高いだろう。改めてお前たちに依頼する。我が名を語った、その何者かの企みを阻止してもらいたい。何？おいおい、何虫のいいこと言ってやがる。そんなことを言っていいのか。その誰かが何を狙っているのか私にも見当はつかないが、ろくでもないことであるのは目に見えているのではないか。ち、確かにその可能性は高そうね。でもどうして私たちにわざわざそんな依頼を頼むの。あなた自身がやればいいのでは。こう見えても私はそれなりに忙しくてね。例えばルバーチェどもの相手とか。やっぱりヘイユエに協力してマフィアと暗闘しているんだな。俺たちクロスペル警察が手を出せないことをいいことに。そう怖い顔するな。ギルドも面倒だし、一応民間人は巻き込まぬように配慮しているさ。もっともルバーチェの方がそこまで首相かどうかは知らないが。お前、いずれにせよ我が名を語って勝手なことをさせるわけにはいかない。依頼を受けるか否か答えてもらおう。わかった。あんたの頼みに応じるわけじゃないが、真犯人の企みの阻止には協力しよう。それでいい。でもどうするんですか。いつ誰が何をしようとしているのか全く見当もつかないというのに。いつというのは心当たりがある。もしその真犯人がアルカンシェルに関することで何かを仕掛けてくるとすれば、本公演の初日かプレ公演だろう。本公演の初日とプレ公演、そいつは同感だな。やっぱり最高に盛り上がるとしたら本公演の初日になるだろうが。関係者一同が招待されてお披露目をするプレ公演も格好のターゲットというわけね。その通りだ。お前たちに頼みたいのはその両日における警戒活動、捜査一課が裏をかかれた時のため劇場内を密かに巡回するということだ。そしていざ何かあった時は迅速な対処をしてもらいたい。勝手を言うけど筋は通ってるみたいだな。アルカンシェル方面に頼めば劇場内の巡回は問題なさそうね。問題は一家の目をごまかせるかくらいだけど。そうですね、見つかったらつまみ出されそうですし。まあ出たとこ勝負でなんとかするっきゃないだろう。引き受けてくれて何よりだ。それでは私はこの辺りで失礼しよう。朗報を期待しているぞ。ね、ちょっと待て、逃がすかよ。
どうやら屋上にある鐘楼部分みたいですけど。野郎、どこに行きやがった。ティオ、サーチしてくれ。はい、行きます。え、何か分かったのか。地上のあたりにわずかに反応がありました。どうやら直接ここから飛び降りたみたいです。な、そんな、ち、化け物かよ。その、なんていうか、皆さんとんでもないやつを相手にしているみたいですね。皆さん、お疲れ様です。本当だったら自分も協力したいところなんですけど。うんうん、塔の探索を手伝ってくれただけでも十分よ。そうそう、正直助かったぜ。そうですね、ここまで送ってくれましたし。総長、本当にありがとう。どういたしまして。でも何かあったら遠慮なくタングラム門に連絡してくださいね。今日のことは副司令に一通り報告しておきますから。ああ、その時はよろしく頼むよ。そんじゃまたな。はい、皆さんお疲れ様でした。さてと、まずは今週末にあるプレコーエンドの警戒活動か。とりあえず支援課に戻って段取りについて検討しましょう。アルカンシェルにも連絡しないと。捜査一課の動向も掴んでおく必要がありそうですね。そのあたりは課長に頼めば探ってくれるとは思いますが。まあ、いずれにせよめちゃくちゃ忙しくなりそうだな。マクダエル市長もおいでになったみたいだな。そういえば今回の新作に全面的に協力しているんだっけ。ええ、もともとおじい様はアルカンシェルのファンだから、リーシャさんのデビューもすごく楽しみにしているみたい。期待に応えられるといいんですけど。それよりインという人が言ったように、本当に何か起こるんでしょうか。わからない。だが可能性は高いと思う。捜査一課が警戒しているからイリアさんは大丈夫だと思うけど。そうですか。それよりもイリアさんに今回のことを本当に伝えなくてよかったの？劇団長も同じ考えみたいだけど。はい、いいんです。あの人には、イリアさんには余計な心配をしないで輝いていてほしいですから。それが私たち全員の願いなんです。君は本当にイリアさんが好きなんだな。一体どうしてそこまで。この劇団にはかなり強引に誘われてしまいましたけど、でも私嬉しかったんです。クロスベルに来るまで私は決められた道しか歩いていませんでしたから。だからあの人の演技を見てとても引きつけられたんです。
風にただ上を向いて力強く輝ける人がいるんだって。決して手が届かないものだから憧れてしまったのかもしれませんね、リーシャさん。手が届かないなんてそんなことはないんじゃないか。え、確かに今回の君の役は月の姫、太陽の姫の輝きを受けて映える役かもしれない。でも素人目から見ても君とイリアさんの演技の良さはそれぞれ別物じゃないかと思った。君は君自身としていつかきっと輝けるはずだよ。そうでしょうか。なあ、だからこそイリアさんも君を誘ったんじゃないかと思う。今回の事件、俺たちも壁にぶつかったけど、なんとかここまでたどり着いた。きっと解決してみせるから。だから君も全力で頑張ってほしい。はい。それじゃあ私、そろそろ行きますね。ロイドさん、エリーさん、どうか頑張ってください。ああ。ええ、あなたも頑張って。さてと、俺たちもステージが始まるまでどこか別の場所で待機するか。ん、どうしたんだ。はあ、まったくもう。これで無自覚なんだから立ちが悪いというか。え、なんでもありません。それよりもあそこまではっきりと約束したんだから、今回の事件絶対に解決しないとね。なあ、もちろんだ。皆様、お待たせしました。これより劇団アルカンシェルの新作金の太陽銀の月のプレ公演の幕を上げさせていただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。ここはラの国、天のエイドスの祝福と慈愛により大いなる繁栄を誇った古の王国。古来よりラでは姫と呼ばれる舞手によって祭り事が決定されてきた。姫はエイドスの意志を宿し、星の祭殿において競い合うことでその祭り事の正しさを世に知らしめる。しかしそこには様々な思惑も絡み、有力者たちは競うようにしてそれぞれの姫を擁立するのだった。そんな中、太陽の姫と謳われる当代一の舞手の姿が星の祭殿にあった。始まったか。しかしすごい盛り上がり方だな。本当だったら私もこの目で見たかったわね。一家の人たちが羨ましいわ。
でもそんなすごいステージが目の前で行われてるっていうのに警戒してなきゃいけないんだろ。逆に辛くないかなそれって。そうかもね。それじゃあ私たちも劇場内の巡回を始めましょう。ただし一家の人たちがいるから観客席は覗くくらいにしないと。ああそうだな。こちらロイド、二人とも聞こえてるか？ああ聞こえてるぜ。どうやら始まったみたいですね。ああ、これから劇場内の巡回を開始する。そちらは引き続き劇場周辺の警戒を続けてくれ。了解しました。サイトも来てくれたのでこちらの方は万全です。そうか。変な奴がいたら連絡する。ステージに見とれて一家の連中に見つかんなよ。なあ分かってる。巡回を始めよう。まずは一通り回りながら劇場内のスタッフに声をかけて異常がないかどうか確かめるんだ。ええ、分かったわ。どうやら異常はなさそうだな。それにしてもイリアさん、とんでもなくすごいな。そうね、もう離れましょう。このまま見ていたら引き込まれてしまいそうだわ。ああ、そうだな。ここは貴賓席か。制服警官しかいないけど大丈夫なのか？まあアーネストさんはおじい様の護衛でもあるから何か起こった時も十分対処できると思うけど。それもそうか。S 席は異常なし。ま、ダドリー捜査官がいるからこっちの方は心配なさそうだな。そうね、他を回ってみましょう。これは第一幕が終わったみたいね。こうして日の一族が擁立する太陽の姫に対抗すべく新たなる姫が名乗りを上げたのです。その姫の名は月の姫。ラの国の勢力を二分する夜の一族の擁立した舞手でした。
第2幕が始まったか。リーシャ、頑張ってるみたいだな。ええ、かなりの拍手だったわね。それじゃあ、また一通り回ってみましょう。なあ。大丈夫そうだな。しかしダドリー捜査官も大したものだよな。あれだけのステージを前にして警戒が緩んでなさそうだし。ええ、鋼の意志って感じね。異常なしか。ちょっと警官の注意が散漫になっていそうだけど。まあ、あのステージを見てたら無理ないかもしれないわね。異常なしっと。それにしてもリーシャ本当にすごいな。ええ、イリアさんとは違う方向性の舞ね。まさに銀の光をまとった月の姫って感じだわ。第2幕が終わったか。ええ、盛り上がってるみたいね。エイドスの気まぐれか、それともいたずらによるものか。太陽の姫は月の姫が生き別れた実の妹であることを知る。しかし月の姫はそのことを知らず、氷のような敵対心を向けてくるのみ。思い悩んだ太陽の姫は白装束と面で正体を隠した上で森の廃墟に月の姫を呼び出す。そこはかつて幼き姉妹が仲睦まじく遊んだ秘密の場所であった。第3幕、折り返し地点か。しかし、さっきからすごい反応だな。ええ、それだけ今回のステージの完成度が高いんだと思う。このまま何事もなく終わってくれるといいんだけど。ああ、犯人は捕まえられないけど、それに越したことはないよな。盛り上がってるな。ええ、
まさか二人が姉妹という設定だったなんて。この先どうなるのかしら。じゃなくて、そうね、巡回に専念しないと。ダドリー捜査官もステージが気になるみたいだな。警戒は怠っていないみたいだけど無理もないわ。アルカンシェルのステージを見て心が動かない人はいないでしょうし。大丈夫そうだな。警官はともかく、アーネストさんは周囲を警戒してそうな感じだし。ええ、そうね。第3幕終了か。ええ、最終幕が始まるわ。かつて幼き姉妹を離れ離れにした恐るべき陰謀劇。その真相を知りながらも結局姉妹は相争うことになりました。なぜならば彼女たちは姫、舞こそが彼女たちのすべてであり、エイドスの意志を宿せる巫女姫はたった一人しかいなかったからです。互いへの死母の念、そして同じ相手を好きになってしまった葛藤、それ以上に得がたきライバルへの熱い共感と燃えるような対抗意識、そのすべてを胸に秘めた二人の姫が今宵星の祭殿に降り立ちました。どうやらプレ公演は何とか乗り切れそうだな。ええ、回ってみたところ不審な人も見かけなかったし。ロイド様、エリー様、バルサモ支配人、どうなさったんですか？それが少々不審な動きをされているお客様がおりまして、しかも招待客リストの中にはいらっしゃらなかったのですが。ね、どこにいたんですか？右奥にある階段の上です。どうやら S 席の様子をこっそり伺っているらしく、
わかりました、すぐに確認してきます。支配人はこちらで待機していてください。はい。あの人は、まったく、どうしてダドリーがこんな場所にいるんだか。せっかくのスクープを前にお預けもいいところだわ。かといってシャッターを切ったらあいつに気づかれそうだし。グレイスさん、あらら、ロイド君、エリーちゃんもこんなところで何しているのよ。それはこちらのセリフです。グレイスさん、どうしてここに。招待されたわけではありませんよね。実はちょっとわけがあって、裏技使って入っちゃったのよ。裏技？うん、内緒にしててね。清掃業者の人たちに紛れてこっそりとって感じ。どうしてそんなこと。だってだって、うちに来た取材用のチケット他の記者に取られちゃったんだもん。プレ公演は絶対見たかったし、他のネタを追ってるところだったし、これは忍び込むしかないじゃない。あのですね、なんて人騒がせな。ほらそれよりも一緒にここから舞台を見ない。せっかくのクライマックスだもん。見ないと一生後悔するわよ。本公演で見ればいいでしょう。それよりも、本当に理由はそれだけなんですか。まさか脅迫状を送ったのはグレイスさんとか言いませんよね。脅迫状？何それ。そういえば、いざ忍び込んだらダドリーとか一家の連中を見かけてびっくりしちゃったんだけど、ひょっとしてそれ絡みとか。違うみたいね。そうだよな、いくらグレイスさんでもそこまではしないか。いくら私でもって、ちょっと失礼なんじゃないの。いや、現に忍び込んでまで取材をしてるわけですし。そういえば、他のネタを追ってるところってさっき言ってましたよね。どんなネタなんですか。おっと、それは言えないわね。あっ、もしかして一家が出張ってるのは彼を監視してるからとか。しまった、気づいているのは私だけと思ってたんだけど。それってインのことですか。イン？何それ。さっき言ってた脅迫状と何か関係がある言葉なわけ。違うんですか。グレイスさん、知ってることを話してください。出ないとこのまま突き出しますよ。ちょっとロイド君、そんな殺生な、私と君たちの仲じゃない。今は少しでも手がかりが欲しいんです。だから教えてください。マジなのね。でもエリーちゃんの前でこんなこと話してもいいのかな。それはどういう。私がどうしたんですか。まあいっか、気をしっかり持ってよね。私が追っていたネタは市長の第一秘書に関する黒い噂よ。アーネストって言ったっけ。彼相当ヤバいわよ。市長に内緒で事務所の資金を勝手に流用してるらしいし、最近じゃ帝国派議員と密談して何か企んでるみたいなのよね。まさか市長を亡き者にって。さすがにそこまではしないか。ねえロイド、もしこの状況でおじい様が何者かに亡き者にされたら。目撃者さえ作らなければ犯人は別のやつに偽装できる。それが狙いか。ちょっと、
貴賓席にいた警官。貴様ら一体ここで何をしている。話は後です。エリー飛び込むぞ。ええ。させるか。おじい様。くそ、そんなものまで。これは一体どういうことだ。まさか君たちがこんな場所に現れるとは。やれやれ、飛んだエイドスの巡り合わせだな。アーネストさん、一体どうして。あれほどおじい様を尊敬して支えてくれたあなたがどうして。エリー、君と同じだよ。私もいい加減この状況にはうんざりとしていたんだ。結局何かを変えるためにはより強いものに従うしかない。だからこそ私は行動したんだよ。そのためにインの名を語り、イリアさんに脅迫状を送って、インが現れると思い込ませて市長の抹殺を図ったのか。そういうことか。随分と舐めた真似をしてくれるじゃないか。捜査一課といっても所詮は無能な警察官にしか過ぎん。ルバーチェ、ヘイユエ、本物のインとやらも全員私の手のひらの上で踊っていたに過ぎんのだよ。動くな。おとなしく銃を捨ててもらおう。今ならまだ未遂で済む。それはこちらのセリフだ。自治州代表の一人でもあるこの老いぼれの命、お前たちの目の前で散らしてやってもいいんだぞ。やめて。実の祖父がくたばる瞬間をその孫娘に見せたくはあるまい。そちらの壁際まで移動して道を開けてもらおうか。どうするつもりだ。この場を逃れたところであんたに逃げ場はないぞ。うるさい。いいから言う通りにしよう。いいだろう。それでは返してやる。おじい様。待て。逃がすか。なんだあの異常な速さは。ランディ、ティオ、そっちに市長の秘書が行く。真犯人だ。足止めしてくれ。よくわかりませんが了解です。それ、甘いっての。なんだってんだ。どうやら一連の事件の真犯人みたいですけど。ランディ、ティオ、よかった捕まえてくれたか。ああ、拳銃を持ってたから思わず気絶させちまったぜ。ああ、それでいいよ。それでどうしてロイドさんが一家のメガネスーツさんと。誰がメガネスーツだ。お前たち、これは一体どういうことだ。バックアップまで用意して一体何をしていた。それは、まだ動けたのか。こんなところで終わるものか。私は次期市長になるんだ。ハルトマン議長の後ろ盾があればきっと次の市長選を。サイト、例の狼か。お手柄ですね。やれやれ、おいしいところ独り占めかよ。うん、独り占めは私よ。
つの間に。油断も隙もないです。お前たち、いい加減にしてもらおうか。放て。私は絶対に絶対に次期市長になるんだ。いやはや、すげえ事件になったな。今頃市民の大半が大騒ぎしてるんじゃねえか。まあ、アルカンシェルの新作のお披露目中に市長の暗殺未遂ですから、スキャンダル、ここに極まれりといった感じですね。市長に同情的な意見が多いのは不幸中の幸いだったけど、でも結局アーネストと関係していた帝国派議員の名前は上がってないか。まあ規制されてんだろう。それにさすがにあの暗殺未遂は秘書野郎の暴走なんじゃねえのか。なあ、多分ね。帝国派にとって市長を暗殺するメリットなんてそれほどないはずだし、ただ暗殺者を院に仕立ててヘイユへと関係のある共和国派への攻撃材料にする可能性はあるか。なるほどね。でもあの秘書の人、なんだか様子がおかしかったです。正気を失っているというか、歯止めが効かなくなってるというか。ああ、それは思った。一家が取り調べをしてるらしいけど、結局どうなったんだろう。どうやら錯乱しちまって話せる状態じゃないらしいな。課長、取り調べができる精神状態じゃないってか。ああ、ダチが開かないんで一旦講師送りにするそうだ。教会のカウンセラーかウルスラ病院の助けを借りるつもりらしいぜ。そうですか。しかしお前らもとんだ大金星じゃねえか。今日本部に行ったらあの狐が猫なで声を出してお前らのことを褒めてきたぜ。想像しにくい光景ですね。つか嬉しくもなんともない情報だな。狐だけじゃなくて警察全体の話でもあるがな。
まあ一家は複雑だろうが、これでお前らを見る目が少し変わるのは確かだろう。素直に喜べよ。そうですね。でも素直には喜べませんね。ああ、お嬢のことを考えるとな。そんな明日から復帰するなんて、そんなの早すぎます。何、たかが打撲と捻挫くらいだ。5日も休んでしまって、むしろ英気が養えたくらいだよ。冗談言わないでください。あれほどのことがあって、第一秘書がいなくなって、今はゆっくりとお休みになるべきです。創立記念祭も近い。仕事は山のようにあるからね。この程度のことで市長としての役割を放棄できんさ。この程度のことって、おじい様は辛く悔しくないんですか？あれだけ目をかけていたアーネストさんに裏切られて、それなのにどうして。今回のことがショックでなかったといえば嘘になる。聞けば随分前から事務所の資金を使い込んでいたようだ。それで精神的に追い詰められ暴走してしまったのかもしれない。その意味では気づいてやれなかった私の責任でもあると思っている。おじい様。だが私は政治家だ。この身を黒滑る自治州の今と未来のために捧げると誓った。いかなることがあろうと職務を全うする以外の選択はない。そう自分に課しているのだよ。すまないエリー。10年前も私はライアン君を、お前の父さんを引き止めてやれなかった。そして娘も、お前の母さんも猿がままにしてしまった。そして相変わらず無力だが必要ではある、黒滑る主張を続けている。さぞ恨んでいることだろう。そんな、おじい様は私の誇りです。お父様やお母様とはたまに連絡はしていますし、悲しかったけどきちんと乗り越えています。エリー。もともと私が警察に入ったのは別の形でおじい様の手伝いがしたかったからです。それがクロスベルのためにもなると信じていたから。でもこんなことになって、アーネストさんがいなくなって、私やっぱり警察を辞めておじい様の手伝いを。バカなことを言っちゃいかん。おじい様。もしお前が選んだ道を悔やんでいるのなら、すぐにでも戻ってくるべきだ。だがそうではないのだろう。なのに道を変えるというのは多くの者に対して失礼だ。同僚にも私にも、何よりお前自身にも。私のことは心配はいらない。秘書は一人ではないし、いざとなればヘルマーだって助けてくれるだろう。次の市長選を機に引退することは少し難しくなってしまったが、なに、もう5年楽隠居が遠のくだけのことだ。だからお前は選んだ道を全うしてみなさい。少なくともお前自身が納得できるまで。それが私にとっては何よりの励みになるのだから。おじい様。そもそも今回の事件もお前たちの働きがなかったら私は生きてはいなかったはずだ。誇りなさい、自分たちの働きと成長を。そして一層輝けるよう自分を磨いていくといいだろう。
アルカンシェルの今回の新作のようにね。はい、おじい様。エリー・マクダエル、明日をもって職場復帰し、より一層職務に励みます。いやはや、助かりましたよ。あのままことが運ばれていたらどうなっていたことか。危うく市長暗殺の容疑をこちらにかけられるところでした。共和国派の議員どもとつながりを持ったりするからだ。私の名をあの秘書に囁いたのはハルトマンという帝国派の議長、おそらくルバーチェの会長あたりから聞いたのだろう。そうでしょうね。秘書が暗殺まで企てるとは思っていなかったでしょうが、それでも私たちを通じて共和国派にダメージを与えるのが目的だったに違いありません。つくづく因果の命だ。それはともかく私たちなど一緒にするな。こちらはいい迷惑だ。やれやれ、釣れないですね。ま、議員とのつながりなどその気になればいつでも切れます。お伝えしている通り、こちらの構成は記念祭以降、最終日の仕掛けはよろしく頼みますよ、インド。いいだろう。さて、時間だ。行くぞ。相変わらず神出鬼没な方だ。しかし、時間ですか。一体何の時間なのやら。早いわね、リーシャ。あ、イリアさん。何、そんなに午後の稽古が楽しみだったの。私もいい加減舞台ばかではあるけれど、あんたも十分素質あるんじゃないかしら。そんな、イリアさんの息まで達する自信なんてとても。そんなこと言って、プレ公演じゃノリノリだったくせに。よかったわよ、あんたの演技。ようやく私のライバルの卵くらいにはなってくれたわね。イリアさん、もしそうだとしたら、全部イリアさんのおかげです。受け継いだ道しか知らなかった私に光を示してくれたあなたの。それと今回は彼らにも感謝した方がいいかな。え？なんでもないです。今日の稽古は第3幕の完成度を上げていくんですよね。私頑張ってお付き合いします。お、やる気満々じゃないの。私もマジで負けてられないわね。よし、来月の本公演までに今の100倍は良くしていくわよ。ついてきなさい、リーシャ。はい、イリアさん。
さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。